季節を抱きしめては、1998年7月23日にソニーコンピュータエンタテインメントより発売された、プレイステーション用アドベンチャーゲーム。やるドラシリーズの第2作目。企画、原作、アニメーション制作は、プロダクション IG。ゲーム中の季節は、春。象徴する花は、桜。ストーリーは、恋愛要素が強い。 キッシー・嵐山によると、デモ画面や作品全体に漂う雰囲気は、原田智代主演の時をかける少女を連想したんです。とのこと。課題は、フォーシーズンズメモリー春から桜咲くであった。季節は春。三冠の地方都市に住み、一年間の浪人生活の五大学に入学した主人公は、大学校内の通称、比蓮桜の下で倒れている。 記憶喪失の女の子を見つける。以前思いを寄せていた女性に売り二つだった。その女の子に惹かれた主人公は彼女の記憶を取り戻す手伝いをしようとする。本作には全27種類のエンディングが存在する。週刊ファミ通のクロスレビューでは32点と採点され、32点から34点のソフトが対象となるゴールド殿堂入りとなった。 ありがとうございます。